ちは、池田真子です。はい、今回はこちらザラの購入品を紹介していきます。ザラの新作がね、もうめちゃくちゃ可愛くて、あとはもう気に入って色違いでね、またリピ買いしたものもあるので、そちらも紹介していきます。夏から秋まで使えるアイテムもあるので、ぜひ参考にしてください。じゃあまずトップスからいきます。こちらクリーム色の T シャツです。こちらはお値段2590円です。サイズは身長159センチで S サイズにしました。でこれはカラーが他にも確かピンクとブラックもあって、私はこのクリーム色、ちょっと黄色に近い感じの色にしました。これがめっちゃ可愛くて、生地もしっかりしてるし、この袖のフリル感がね、すごいおしゃれやなと思って選びました。はい、アップで見るとこちらです。よく見るとリブが入ってて、生地は厚めです。後ろから見るとこんな感じです。では実際に着てみます。はい、実際に着たのがこんな感じです。このサイズ感とかね、フィット感もすごいちょうどよくて、あとは肩の部分にちょっと大きめのフリルがあることで、それでね、ちょっとこう肩の幅が小さく見えて、ちょっと華奢に見せてくれます。で今 GU のカップ付きキャミソールを今着てるんですけど、横から見た時にそれやとちょっと見えるので、中は見えても大丈夫なものとか、チューブトップとか着るのがいいと思います。で丈は短めになっているので、もしねお腹がちらって見えるのが気になるっていう方は、ハイウエストの洋服と一緒に合わせると、そういうのも気にならずに着れると思います。はい、次こちらピンクの T シャツです。こちらはお値段1990円です。サイズは S サイズにしました。でこちらもカラーがホワイトとかブラックとか確か何色かあって、私はこちらのピンクにしました。でこの洋服もアップで見るとリブが入っていて、結構ね伸縮性がある T シャツになってます。で袖はちょっとコンパクトな感じになってて、裾は長めです。後ろから見るとこんな感じです。じゃあ着てみます。はい、実際着た感じで言うと、やっぱりねすごい伸びがいいので、着る時も着やすいです。であとはこのサイズがねすごいコンパクトな感じになってるので、着太りして見えにくいっていうのが嬉しいなと思ってこちらにしました。この首周りも開きすぎず狭すぎずっていう感じで、ちょうどいいぐらいのクルーネックになっているので、まあ、撫で方もね強調されすぎなくて嬉しいし、1枚で着てもいいし、何かと重ねて着ることもできると思います。あとはさっきと違ってこの裾も長めになっているので、まあ、インしてきたりとかしても、しゃがんだ時に背中とかもね見える心配もないと思います。普通にロングスカートとかインしてきたりしても可愛いと思うし、こういうデニムとね合わせるのも全然着れると思います。はい、次こちらです。またまたフリルの T シャツを買いました。こちらは2990円です。サイズは S です。私家にカラースカートとかカラーパンツが多くて、なのでそういう服と合わせる時にやっぱり白い服があるとめちゃくちゃ便利なんですね。でまあ普通の白い T シャツばっかりだとちょっと同じような形になってしまうなと思って、まあ、さっきもフリルやったんですけど、こちらの白いフリルも購入しました。アップで見るとこちらです。この T シャツの部分は生地が普通の T シャツなんですけど、袖の部分がちょっと生地変わってて、なんて言うんやろ、ちょっとだけこう透け感のあるようなフリルになってます。でここは黒い紐でちょっと縫われてあって、それもまたポイントになって可愛いなと思って買いました。これはさっきと違って横はねがっつり開くので、チューブトップ着た方が良さそうですね。後ろはこんな感じです。じゃあこちらも着てみます。はい、実際着たらこんな感じです。このフリルやっぱめっちゃ可愛いですね。首周りも少し開いてるのでスッキリして見えます。で引きで見るとこちらも丈がねちょっと短めになってるので、ちょっとお腹が絞れてきたなっていう時はこのまま着て、お腹ちらって見えるのも可愛いと思うし、ちょっと気になるなとか今日はいっぱい食べようとかいう日はハイウエストなものにインしてきたりとか、まあ上からなんかワンピースとか重ねてきたりとかしてもいいのかなと思います。でサイドはねさっきも言ったようにがっつり開くので、横から見えても大丈夫なインナーを着るようにしてください。はい、あと4つあります。で次紹介するのはアウターで、着るのはもうちょっと先になると思うんですけど、もう可愛すぎてねゲットしてきました。こちらこんな感じのジャケットになります。この色なんて言うんやろ、コーラルっぽい感じのオレンジ、コーラルオレンジこれは XS サイズでお値段は5990円です。この生地が薄くてちょっとテロテロした感じ、カジュアルに着れるなと思って買いました。
まあちょっとね、今もそうなんですけど、こうやって畳んで置いてあっただけでもシワになりやすいっていうのは気になりやすいかも。あ、これ曲がっちゃってる。アップで見るとこちらです。生地がね、結構薄めになってるので、ほんまにちょっと涼しくなってきたなっていう頃に着れると思います。全体で見るとこんな感じで、後ろから見るとこちら、着た方が早いな。はい、実際に着たらこんな感じです。めっちゃ可愛い。膝下ぐらいの丈になってて、これ今閉じてあるんですけど、ここにポケットも両サイドついてます。さらって羽織る感じがいいですね。あとはなんかベルトとかして軽く絞ってっていう感じで着たりも、まあ、できると思います。ちょっとここはさすがにアイロンしようまあけど、こういう色味のねジャケットって珍しいなと思ったので、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、次こちらです。ハイウエストパンツになります。こちらお値段は4990円です。で、この商品はもう早く着たくて、この購入品紹介の前からもうすでに着てて、でそれが気に入ってもう一色買いました。はい、こちらです。こちらのベージュも購入しました。ベージュとブラウンの2色を買いました。で、これ実はパンツのサイズがね違うんですよ。こっちが S サイズで、こっちが XS サイズになるんですね。で、これ買った時にその XS サイズがあるのも知らなくて、まあでも S サイズでもちょうどやなと思って買ったんですけど、その後に私がちょっと若干痩せたからか、こっちは昨日買ったんですけど XS サイズあるやんと思って、で履いたらしかもめっちゃちょうどやんってなって、それでこっちの方は XS サイズにしました。で、これデザインがもうめちゃくちゃ綺麗で、アップにするとこんな感じで、ウエスト周りにねシュッと線が入ってて、裏面もそうなんですけど、これがねなんかスッキリとして、お腹周りもちょっと細く見えます。で、生地も薄すぎずしっかりしてて、ここに縦のラインも入ってるので、これもねまた足長効果につながります。こんな感じですね。この後ろはこんな感じのデザインになってて、後ろから見ても可愛いです。じゃあせっかくなのでね、 S と XS で履き比べしてみます。はい、まず S サイズ履いたのがこちらです。形がめっちゃ綺麗ですよね。で、アップで見るとこんな感じで、私結構腰回りが張るんですけど、このパンツの形がねこういう風にちょっと広がって、下がスッキリしてっていう形になるので、逆にこの張りを生かしてくれるような、なんか体に形に合った洋服やなと思って、そういう面でも気に入ってます。で、生地もしっかりしてるんですけど、全然夏でも着れるし秋服にも合わせられると思います。じゃあ次 XS の方着てみます。はい、実際履いたのがこちらです。こっちの方がさっきよりもちょっとこの足回りの余裕が減って、もう少しスッキリして見えるかと思います。まあ、この腰回りはほんまにちょっとギリギリ感はあるんですけど、このお尻とかもね、まあでも綺麗にスタイルがよく見えるっていうのはこっちかもしれないですね。だからほんまにちょうど境目なんかもしれん。ちょっと前の私やと S でちょうどやったし、今やと XS でも綺麗に着れるかもっていうところなので、まあ洋服的にも綺麗ににもカジュアルにも着れると思うので、どっちもねそれぞれ違った着回しができると思います。これめっちゃ人気の商品で、結構インスタとかでもなんか着てる方多いなっていう風に感じるので、結構いろんな方が着た時にスタイルよく見える洋服なのかなと思います。はい、じゃあ最後小物買ったのでこちらも紹介します。はい、今回買ったのはこちらです。スカーフを購入しました。お値段は1990円です。私がスカーフ買うってちょっと珍しいなって自分的には思うんですけど、なんかこれこういうアイテムをつけるだけでおしゃれになりそうやなと思ってちょっと買ってみました。こういうスカーフも何種類か種類があったんですけど、こういうアイテムを使うだけで、例えばこう T シャツとかもシンプルな洋服がもうちょっとおしゃれになったりとか、なんかバッグとかにつけるのも可愛いなと思って買いました。ちょっと出してみます。はい、広げるとこんな感じです。ブラウンがかったオレンジとブルーの柄のスカーフですね。これどうやってつけたらいいんやろ。スカーフ買ったものの使い方がちょっとあんまり分かってないんですけど、じゃあ例えばなんか首に巻くとしても可愛い。あ、でもほら今日の服とかでも可愛いですね。もっとカジュアルな T シャツとかにこういうスカーフをかけたりとかしても可愛いと思うし、腰ベルトみたいな感じにしたり、ちょっとこれがバッグとして、こうやってさ、なんかこんな感じでスカーフがちょっとかかってるだけでもさ、あ、ちょっと全然結ばれへんけど可愛くない？
シンプルすぎると、ちょっとこれなくてさ、ほら、こうなるとシンプルすぎるけど、そこにこのワンポイントあるだけで、一気におしゃれ度がアップする。で、あんまり私トップスとかでブルーの洋服持ってないので、こういう色やと洋服とも被りにくいし、それがまた差し色になってもいいのかなと思って。こういうカラーはね、私好きなので、こういう色に合いそうな服多いなと思って、こちらにしました。はい、ということで今回はZARAの購入品を紹介しました。もうどれも可愛くてめちゃくちゃ気に入ってるので、皆さんの中でも私もこれ可愛いと思うっていうのがあったらぜひチェックしてみてください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もしてるのでそちらもぜひフォローお願いします。では池田真子でした。バイバイ。